はい、皆様おはようございます。3月3日ひな祭りですね。日曜日の朝7時を過ぎました。大変お待たせいたしました。日曜メカ室です。朝もね、早くからたくさんの方にお越しいただき本当にありがとうございます。朝7時になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もですね、たくさんの方にご挨拶いただいております。ビンゴの、あ、そうですね、千葉のりだったのが実はナマズさんですね。7時過ぎには、7時過ぎじゃないですね、番組が始まる前にはすでに駆け込みいただいておりました。ありがとうございます。ナマズさん、あゆたん、ビンゴの母ちゃん、なしたべさん、さあ伯爵、ですね、浜人さん、たたたゆさん、藤林さん、キャンディーさん、予想外さん、純子さん、白川さん、ミラションさん、金卓さん、マックさん、アンゴさん、ワンダ山本さん、かよさん、大村さん、りなたん、皆さん本当にありがとうございます。さてさて、あ、セラビーさんもおはようございます。さてさて、もう皆さん朝早くからもう書き込みと同時にですね、いつものお天気も書いていただきありがとうございます。今日は3月入って一番最初の日曜美化室になりますが、あっという間ですね。気がつけばもう3月ということで卒業シーズンに、ね、なったりとか、まあ、卒業だけではなくですね、季節がまあ変わっていくということで、まあ、いろいろ移動ですとか、あの新しい生活が始められる方、いろいろなのではないかと思われます。そんな3月一番最初の日曜日のお天気ですが、広島は快晴のようですね。お見かけしている限りでは、いいお天気のようです。ちょっと前の方登ると、ナマズさんは福岡は薄曇り、予想外さんお住まいの、香川東部は、晴れ模様ということで、寒かったということです。やはりまだ朝方は寒いですね。あとは、ニュージーランドのウェリントンは曇り空、浜人さんお住まいの東京は快晴、かじこさんは、お住まいの千葉もいいお天気、純子さんお住まいの広島県呉市は曇りのち晴れ、なしたべさんお住まいの埼玉の天気も晴れ、金卓さんお住まいの東北は晴天、雪かきをしなくていいので、終わったら、まあ、この配信が終わったら寝ますということで、白川さんお住まいの福岡は曇り寒いですということで、暖かくなりますよこれから。ワンダ山本さんお住まいの世田谷も晴天、ビンゴの母ちゃんお住まいの広島県三原市は晴れ、さあ伯爵のお住まいの大阪市旭区は晴れ。寒いそうですね。やはり朝方はどこも冷えますね。ゆいさんお住まいの静岡も晴れ、セラビーさんお住まいの千葉も晴れですね。今日も春一番の強風かなということで、春一番がそろそろ吹くのでしょうか。早い気がしますが、アンゴさんお住まいの栃木は曇り空で寒いですということです。なんとなく全体的には晴れ間の傾向なんでしょうかね。愛知県豊橋市も快晴、豊田市も晴れということで、全体的には晴れ間が広がっているのではないかと思われますが、全体的には、まあ、朝の放射冷却の影響なのもあるのでしょうか。寒いようですね。こう晴れているとですね、なんかちょっと暖かい気分にはなるんですが、思いのほか寒いので、暖かい格好をしてですね、皆様風邪をひかれませぬよう、お気をつけくださいませ。で、まあ、3月に入ってですね、
こう、まあ、せわしなくバタバタとしているんですけれども、私も相変わらずなんだかよくわからないまま1週間が過ぎ、2週間が過ぎ、気がつけば1ヶ月が過ぎているという今日この頃ではあるのですが、やはりあの皆様の書き込みなどをね、 Facebook や Twitter などで見ていると、花粉症がそろそろねこう厳しい時期にもう入ってきているようです。私はまあ花粉症はないんですけれども、鼻炎なのでこの苦しさはわからないわけではないと思ってますが、相当きついようですね。いろいろ対策を練ってですね、辛くないようにしていきましょう。私は昨日はですね、文化服装学院広島校さんの、卒業制作ファッションショーに、読んでいただきまして、拝見してまいりました。なんていうんですかね、文化服装学院広島校さんのファッションショーのすごく素敵なところはですね、学生さんの主体性が見受けられるようなショーでして、生徒さん一人一人がきちんとチームを組んでですね、いろいろショーの構成やそのスタイル、歩き方などを考えられたんだろうなと思うようなとてもいいショーでした。で、まあ、知り合いの子にもね会えましたし、先生にもねこうお話しすることができたりとか、とてもいい、時間を過ごさせていただきました。今日は卒業展示などの、展示が学校の方であるそうなので、そちらの方にも行けたらいいなと思っています。まあ、あとはですね、そうですね、ここ最近の話で言うとですね、ちょっと以前昨年末にですね、お手伝いさせていただきました。撮影のちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいよ、ごめんなさいね、今探してるので、キヤノンさんのですね映画制作機器シネマイオスシステム、イオス C100 ですかね、のですね撮影ちょっと同行させていただきまして、それがその C100 で撮ったものがですね、ちょっと待ってくださいね、これかな、キヤノンのスペシャルサイトに掲載いただきまして、まあ、私はこれはお手伝いというか、まあ、裏方をちょっとさせていただきましたけれども、こちらをちょっと今ご覧ください。キヤノンさんのシネマイオスのスペシャルサイトで掲載されております映像、ひょっとしたらですね今ねパソコンでは見られないかもしれないという話なんですが、一応お知らせだけ、こちら撮影の裏側をお手伝いさせていただきました。ひょっとしたら今はまだパソコンの方では見られないかもしれませんが、ちょっとなんかいろいろあるみたいですが、iPhone や iPad では今見られるという話をちょっと伺っておりますので、もし見られる方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひご覧ください。見られましたか。こちらはですね、こちらの裏側をいろいろとちょっとお手伝いさせていただきました。こうやってですね、普段 iPhone でムービーを撮ったりとか、したりもしておりますが、こういった裏側もちょっとお手伝いさせていただくこともあったりとか、いろいろしております。なので今月はですね、あとさらにその撮影のこう、まあ、お手伝いじゃないですね、こうディレクションをさせてもらったりとか、自分も撮影したりとか、再生可能ようですか。あ、よかったです。予想外さん、ありがとうございます。 iPhone も見られるようでよかったです。ぜひぜひこちらですね、私もお手伝いさせていただいておりますので、ぜひたくさんの方にご覧いただいてですね、こちらの舞台はですね広島県呉市の御手洗という場所です。映画桃への手紙という、映画のですね舞台となった場所です。こちらぜひぜひたくさんの方にご覧いただいてですね、C100 の、まあポテンシャルの高さもですし、あとは舞台の広島県呉市御手洗の
良さなどもお伝えできたらいいなと思っておりますので、いろいろ、シェアですとか、お知らせの方もよかったらよろしくお願いいたします。では、今日のテーマを、お知らせしようと思いますけれども、昨日拝見させていただきました文化服装学院広島校さんの卒業制作書を拝見させていただいて、やはり思ったことは卒業ですね。はい、私は編集とか撮影とかはって言っても iPhone でしかやりませんので、 iPhone で撮影、 iPad で編集というパソコンを基本的に使わない方法でやっておりますが、まあそれは置いといて、今日のテーマは卒業でございます。Android はできないんですね、ごめんなさいね。だからいろいろ多分いずれ対応していくのではないかとは思います。はい、iPhone ムービーをこれは活用というか、まあ iPhone でも見られますよという、はい、映像なだけなので iPhone で撮ってるわけではないんですけれども、今日のテーマは卒業です。その卒業にもいろいろありますけれども、普通に学校の卒業もあるでしょうし、そうですね、会社からの卒業、そうですね、いろいろな、そうです、三たらいの、そうなんですよ、さあ伯爵あたり、キャノンの社長も三たらいさんなんですよ、そうなんです、よくご存知でというか素晴らしいというか、そうなんですよ、まあそれは別に全然かけてないんですけど、たまたまなんです。さて本日のテーマは卒業でございます。大人になるとですね、なかなか卒業する機会がありそうでないのですけれども、私にとっての卒業というのはここ最近はないですね。子どもの卒園とかそういうのはねありましたけれども、自分から何をかを卒業するとかっていうのはあまりないですかね。はい、なので皆様に一曲お聴きいただいている間に書いていただきましょう。本日のテーマは卒業です。では、一曲聴いていただきましょう。新曲をいただいたんですけれども、もうちょっとお待ちくださいね、ちょっとなかなか準備ができなくて、バムクーヘンさんでゆらゆらをお聴きいただきます。例えば冬の日が
に思い切り笑いたくなったから聴きいただきましたのはバムクーヘンさんでゆらゆらでした。いろいろねアーティストさんから音楽いただいているんですけれども、ちょっと間に合ってなくて大変申し訳ないです。まだまだ、日曜ミカ室ではですね、音楽を流して良いアーティストさんを募集しております。日曜日の朝に流してもいいこういうゆったりとした、優しい曲を、募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。何か連絡どうしたらいいのということなんですが、 Facebook や Twitter の Google プラスなどでお知らせいただいても結構ですし、あとはですね、そうですね、こうウェブサイトから、お聞きいただいて、お送りいただいても大丈夫です。ありがとうございます。さて今日のテーマは卒業です。卒業といえば、まあ、皆様にとってどうでしょうかということなんですけれども、金卓さんは貧乏から卒業したい、またまた本当に本当に危ない人はそんなことは書かないと思ってます。安吾さんは独身からの卒業、あらそろそろですか、どうでしょうか。おデブさんから卒業したいというのはナマズさん、大丈夫です。いいお天気になったら動きましょう。さあ伯爵は一番最後に卒業した学校で、私たちの学びには卒業などないと断定されて以後、何をやってもやって終えても消化不良に感じる私でありますということで、まあ、学びに対しては卒業はないですけれども、区切りというのはおそらくあるかと思われます。区切りを卒業とするのであれば卒業でしょうし、それは一つのステップアップであって卒業ではないと言われると、まあそうかなとは思いますが、あくまでも決めるのは自分の意思なので全然いいと思います。ビンゴの母ちゃんは、次男さんが再来週就職のため大阪へ、長男さん長女に続き実家暮らしから卒業ということで、いやーすごいですね。こうやって一人一人お子さんを、育たせるですとか、何かしら、成長させるっていうことができるというのは並大抵のものではありません。私も今子供を育てていて、それは痛感しています。本当に人を一人こう育てようと、まあ、反対に育ててもらってるんではありますけれども、大変だなと思います。チャックンは3月で豊田市から卒業し引っ越します。あ、そうなんですか。どちらへ引っ越されるんでしょうか。純子さんは卒業ですね。学生の卒業も懐かしいぐらいです。親子同居から卒業ですね。独身から卒業も、なるほど、独身も同居からも卒業ということで、新しい生活ですね。今年は甥っ子2人が小学校と幼稚園を卒業、生まれた時のことを今でも走馬灯のように覚えています。月日が経つのが早いですというのが金卓さんですね。あっという間ですね。こういうお子、あの子供さんの、ね、成長というのはとっても早く感じると思います。白川さんは機械音痴から卒業したいですね。配信とかいろいろやろうと思った時に最低限の知識が必要と痛感したし、あーパソコンのね設定、私もそうですね。あの機械音痴からの卒業は極めようと思うととっても大変なんだなとは思ってますが、私は卒業はまあ間違いなくできないです。はい。死ぬまで現役の方がかっこいい、卒業と言われるならあえて退役と言ってさ消え去るのが理想かなと。かっこいいですね。なるほど。たたたよさんは卒業は終わりではなく始まりだからということで、次への始まりですね。あゆたんは3月7日に、長女さんが中学を卒業しますということで、おめでとうございます。次への生活のステップ、新しい区切りの一つですね。
親類のお子さんたちが高校の卒業だというのが純子さんですね。おめでとうございます。若い頃の卒業は新しい始まりがついてきますね。入学とか就職とかたまに引っ越しとか寂しいこともありますが、喜ぶべきことというのはセラビーさん、卒業というのは一つその今あるものから抜けていくということなので、その場にいた人たちはとても寂しく思うのは思うんですが、次への新しい一歩と考えるとですね、いつもいいことだなと思います。チャックの引っ越し先は豊橋市ということで、寂しくないですね。またお友達がいるっていうのは、いいことですね。一期一会、卒業しても出会ったことに感謝しなさいっていうのは専門学校時代の恩師の言葉ですということで、いい先生に出会うといい言葉をいただけたり、いい経験をいただけたりするのはとても大事なことだと思ってます。卒業卒園期に引っ越してしまう友達がちらほら寂しくなりますというのはかよさんですね。そうですね、こういう次のでもただ新しい出会いがまたあるんじゃないかと思います。はい。あとは小さい小さいと思っていてもあっという間ですよ。まだ三男中学生だからまだまだ子育て中ですが、というのはビンゴの母ちゃんですね。そうなんです、小さい小さいと思ってるんですが、気がつけばいつの間にやら、大きくなっているのが、うちの、うちも子供がいるのでそれはよくわかります。私も卒業というのはなかなかね、卒業はないですね今は。まあ、したいこともないんですけど、卒業したいことも常に学びみたいな感じですね。アンゴさんは春という出会いの季節に期待しています、苦笑いということで、そうですね、春は出会いの季節です。また新しい動きが皆様に訪れますようにと、常に祈っております。かじこさんの書いてある通り、卒業は次へのステージのステップです。新しい、出会いがありますので、ぜひぜひ皆様、楽しんでいきましょう。では、一曲聴いていただきましょう。先ほどですね、URL を貼らせていただきました、キャノンさんの、スペシャルムービーサイトの BGM にも、使われております。広島出身のアーティストさん、パラレルリープさんの曲を聴いていただきましょう。
はい、お聴きいただきましたのはパラレルリーフさんの曲でした。さて今日も、約30分にあたりお届けいたしました日曜美化室、いかがだったでしょうか。本日のテーマは卒業ということで、皆様に卒業についてのいろいろなあれこれを書き込みいただきました。本当にありがとうございます。また朝早くからですね、マックスの時には約50名の方にお聞きいただき本当にありがとうございました。そうですね、パラレルリーフではなくパラレルリープですのでよろしくお願いいたします。今日もですね、一日皆様にとって、素敵な日でありますようにということにいつもいつも思ってはいるんですけれども、今日も全体的に全国的に、晴れ模様の様子なので花粉に気をつけながら皆様一日素敵にお過ごしください。今日も30分間お聞きいただきありがとうございました。ではいい日曜日を。